ジェレミー・リー・レナーはアメリカ合衆国の俳優、ミュージシャン、2000年代より映画の上演を重ねて知名度を上げ、ジェフリー・ダーマー、スワット、28週後、ハートロッカー、アベンジャーズ、ボーン・レガシーなどがある。主演したハートロッカーは2009年のアカデミー作品賞を受賞し、自身もアカデミー主演男優賞にノミネート。翌2010年公開のザ・タウンでも、 高評価され、アカデミー助演男優賞などにノミネート。カリフォルニア州モデストにて、ボーリング場を営む夫婦の第一子として生まれる。両親はレナーが10歳の頃に離婚。5人の手前がいる。その他に40歳下の弟が誕生したことをトーク番組で自ら明かした。ドイツ系とアイルランド系の家系。フレッドシーベイヤー高等学校を卒業した後は、 モデスト短期大学に通った。1995年に、ナショナルランプウーン、ホワイトハウスを乗っ取れ。で落ちこぼれ高校生のダグ役でデビュー。同作は批評家に酷評されたものの、後に、テレビシリーズ、デッドリー・ゲームズ、ストレンジ・ラックへのゲスト出演、テレビ映画、エイ・フレンズ・ビトレイヤルの脇役出演でキャリアを重ねた。翌年以降も、ゾーイ、ダンカン、 ジャックジェーン、ザ・インターネット、ザ・タイム・オブ・ユア・ライフ、エンジェルにゲスト出演した。2001年には CSI、科学捜査班に、派役で、ゲスト出演。俳優の合間にメイクアップアーティストとしても活動して、やりくりしていた。2002年、レナは、映画、ジェフリー・ダーマーに、実在の殺人鬼、ジェフリー・ダーマー役で出演し、 その演技が賞賛されて、インディペンデントスピリット賞主演団優勝にノミネート。翌2003年には、ピンクの楽曲トラブルのミュージックビデオに保安官役で出演した。同年には、スワット2004年に、サラ、偽りの祈りに出演。2005年には、エイリトル、トリップツーヘブン、スタンドアップ、12& ホールディングに出演した。翌2006年のネオネットでは、 ガブリエル・ユニオンと敵対する役柄で出演し、パームビーチ国際映画祭主演団優勝などにノミネート。他に、ロード・オブ・ドッグ・タウンにクレジットなしで出演したほか、ラブ・カムズ・ズー・ザ・エクセキューショナーでジニファー・グッド・ウィンと共演。2007年には、ジェシー・ジェームズの暗殺で、ブラッド・ピット演じるジェシー・ジェームズの重廷のウッド・ハイト役を務めたほか、28週後に、 ドイル軍装役で出演した。同年には、プリズナーで、ミニードライバーと共演し、また、ドクターハウスに、ミュージシャンの患者役で、ゲスト出演した。また、ザ・オークスのパイロット版にも出演したものの、同作は、シリーズ化されなかった。2012年ダラス・ロバーツと共演した、コメディドラマ、ライトバルブ、短命に終わった、テレビシリーズ、ザ・アンジュールズの後、レナーは、 キャスリン・ビグロー監督の戦争映画、ハートロッカーで主役のウィリアム・ジェームズ・グンソーを演じた。この作品は2009年のアカデミー賞作品賞などを受賞し、自身もアカデミー主演団優勝や全米映画俳優組合賞主演団優勝にノミネート。2010年、ベン・アフレック監督のザ・タウンでアフレック、ジョン・ハム、ブレイク・ライブリー、スレインだと共演した。 映画自体もレナーの演技も高評価され、第83回アカデミー賞助演団優勝や、全米映画俳優組合賞助演団優勝にノミネートされた。他に、初めてゴールデングローブ賞にもノミネートされた。2011年、マイティソーニ・ホークアイ役でクレジットなしのカメオ出演を果たした。同年12月、トム・クルーズ主演のミッション・インポッシブルシリーズの4作目。 ミッション、インポッシブル、ゴーストプロトコルで、クルーズ演じる、主人公、イーサン・ハントのチームの新メンバー役を務めた。2012年は、アベンジャーズのほか、ボーンシリーズの4作目で、トニー・ギルロイ監督、脚本のボーン・レガシーが公開された。同作では、全3作までに、マット・デーモン演じたジェイソン・ボーンに代わって、新たにレナー演じるアーロン・クロスが主人公となった。 また他に、ジェマ・アータートンと共に主役を務めた、ヘンゼルとグレーテルの15年後を描く、アクションホラーコメディ、ヘンゼルグレーテルがある。2012年8月、家族や友人と過ごす時間が必要との理由で、俳優休業を視野に入れ、すべてのスケジュールを白紙に戻すようにエージェントに、明示たとの報道がなされた。2012年11月17日に放送された、 NBC のバラエティ番組、サタデーナイトライブでは、司会を務め、ホークアイのパロディを自ら演じたほか、ピアノ演奏と歌声を披露。俳優の他に、シンガーソングライター、ギタリスト、キーボーディスト、ドラマーとしても活動している。俳優活動初期の頃は、サンズ・オブ・ベンというバンドで演奏していた。映画、スタンド・アップでは、サウンドトラック曲、アイドリンク・アローの演奏した。 2006年のラブカムズ・ツーザ・エクセキューショナー。2007年のジェシー・ジェイムズの暗殺でもパフォーマンスを見せた。2013年のエヴァの告白ではピアノを弾いている。下積み時代は副業として親友のクリスフト・ファー・ウィンターと共に住宅リフォーム事業を行っていた。同じく俳優であるベン・アフレック、コリン・ファレル、シャーリーイズ・セロンと友人である。バイク好きで、 普段は BMW に乗っているという、射撃も好んでおり、シューティングレンジへ足を運ぶことも多く、重機を扱う役も多い。親友のグリフィンハットレーと同居していることからゲーで、あると噂されていたが、本人は、そういう風うに言われるのは、ハリウッドスターの仲間入りをしたことだと、全く気にしていなかったようである。その一方で、元恋人のモデル、ソニー・パチェコが、 レナーの子を妊娠したと知ると、彼女を自宅に呼び寄せ、ハットレーを含め3人で暮らすようになったと報道された。2013年3月28日、元恋人ソニー・パチェコとの間に3175グラムの第一子女児が誕生。アババーリン・レナーと命名。2014年9月になって、ソニー・パチェコと結婚していたことを明らかにしていた。しかし、 その後の2015年末に離婚が成立した。ソニーパチェコとの問題は2019年になっても、親権をめぐる争いなどが起こっているなど、解決されていない。渋いルックスにあったクールな役が多いが、2012年7月24日、放送のベートーク番組、ジミー・キンメル・ライブに出演した際には、飛行機で移動中に、友人から睡眠薬と騙されて、バイアグラを飲まされ、 とても恥ずかしい思いをしたというエピソードをユーモラスに語るなど明るく気さくな人柄である。その一方で本人は人に心を開くまでにすごく時間がかかる性格であり、いわゆるハリウッドのパーティー好きセレブみたいなタイプじゃありがとうございます。